こんにちは。今回は機械の拘束、全16箇所についてです。これをやることで、最終的に隠し任務が発生しました。ぜひ今週末などにご確認ください。最初の注意点として、火の弓キャラ、アンバー、宵宮が必須です。少しだけ育成してあげましょう。また、外にいるときは、天候が雨だと厳しいので、ゲーム内時間を変えるなどで、天気を変えてください。それでは1箇所目からいきます。下側です。まず最初なので簡単に説明を。この緑の石碑に、非元素攻撃を当てます。ほぼ一撃で破壊できます。これが高所などにある場合があるので、火の弓キャラが必要です。この緑単体でのギミックは、今後カットします。これとは他に、草の種を拾うケースは、お見せします。そして敵を倒し、一箇所がクリアです。宝箱も取っておきましょう。たまにバリア解除後、機械が止まったら、再ログインをお試しください。続いて2箇所目です。以降は上の字幕をご確認ください。ここから少し歩くので、近くまでカットします。ついてこれるかな？いざ。まず上野から壊します。ここは遠いですが、狙うだけです。草の種は反対側にあります。急がなくてもいいのよ。演奏で、草の種が出ます。再度非元素ですね。この世を渡り歩くには、より多くの身分を持った方が便利なの。君にも、いくつか作ってあげようか。急がなくてもいいのよ。右の機械の方です。上から攻撃しましょう。この種は柱の後ろです。現在地から次に向かいます。
のための場所です。下の方に飛んでいきます。少し長いのでカットします。かなり奥まで飛んでいきます。見当たる限り、どんどん飛んでください。草の種は左側です。うわ、よし、出発だ。急がなくてもいいのよ。すいません、少し場所変わりますが、一旦こちらで。ほっ。ここから少し難しい場所に移ります。捕まえた。この地域の本体の場所に入ります。よし。ただ、草の種が一度必要です。この位置にありました。本体が奥に見えますね。本体の方向にまっすぐ前です。ピュン！頼んだわよ。まずはここを壊します。宝箱までカットしました。そしてここからが難しいです。まずはゆっくり下に降りてください。あの奥に見える花の場所に行きます。
ません、少しカットしました。この場所ですね。ここで一度ライアーを引きます。ライアーの後に花の中に入ります。何か試練が始まりますが、無視して大丈夫です。北方向に進みます。ここが洞窟内、二つ目の場所です。ここも基本狙うだけです。カットします。うまくいけばここで、アチーブと、世界任務が発生するはずです。もしかしたら、すでに他で壊していて、違う場所で発生かもですね。世界任務はこちらです。後ほど投稿したいと思います。それでは今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。